皆様こんにちは、本日は第14回西有紀音楽教室パイプオルガン発表会にお越しいただきましてありがとうございます。私が当音楽教室の主催西有紀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。3年ぶりに、またこちらの横浜みなとみらいホールで発表会を開催できることを、大変嬉しく思っております。さて今回はですね、8歳から70代までの方、初心者から、ベテランの方にご参加いただいております。皆さんこの発表会に向けて一生懸命に練習をしてきました。また、当教室の方ではないけれども、オルガンに興味があって挑戦してみたいっていう方を、募集いたしましたところ、本日は3名の方にご参加いただいております。プログラムもジャンル様々でとても楽しいプログラムとなっております。今日は出演者の皆さんが貴重なそして素晴らしい経験を積む場として、ご来場の皆様もぜひ温かい拍手で応援のほどよろしくお願いいたします。それでは第14回西有紀音楽教室パイプオルガン発表会を始めさせていただきます。最後までどうぞお楽しみください。宮川昇さん。バッハ作曲小風雅トタン調 BWV578。 パイプオルガンを始めて2度目の発表会になります。今回は無謀にも小風雅にチャレンジしました。頑張って演奏したいと思います。
ん。パ・ヘルベル作曲、カノン。いつだったか、職場で四面楚歌の時に教会のオルガンに癒されました。そして今もたおやかな川の流れのような通奏低音は平常心を与えてくれます。
プログラム3番、桜井由美代さん。カッチーニ作曲、アペマリア。岡本智孝さん歌唱の動画でこの曲を知り、とても好きになり、今回弾いてみたいと選びました。Thank you.
ログラム4番武井明子さん。バッハ作曲プレリュード都庁長 BWV557。 西先生の教室に通わせていただいて1年が経ちました。クラシックオルガンはとても難しく、なかなか上達しませんが、素敵な音色に包まれる喜びで幸せな気持ちになれます。今日は素晴らしいパイプオルガンで演奏できることに感謝しながら弾きたいと思います。プログラム5番西美代子さん。アルビノーニ作曲弦楽とオルガンのためのアダージョ都庁長。パイプオルガンに触ってみることに憧れていました。西先生とはたまたま名字が同じでご縁を感じています。初めての発表会です。フィギュアスケート観戦が大好きなので、よくスケートに使われる曲を選びました。足のペダルを引くと手の指がつられてしまい、弾けなくなってしまい悪戦苦闘しています。頑張ります。Thank you.
プログラム6番伊藤真理子さん。バッハ作曲プレリュード都丹町 BWV558。 まさかウーシーが弾けるなんて、チャンスを与えてくださった西先生ありがとうございます。ワクワクドキドキのチャレンジです。プログラム7番須藤青人さん。博士太郎作曲情熱大陸。今回の発表会では僕が一番ちびっこですが、大きな大きなパイプオルガン精一杯頑張ります。大好きな博士太郎さんの曲を弾きます。聴いてください。Thank you.
8番斉田陽子さん。バッハ作曲、主よ、人の望みの喜びよ。初めての参加です。2月にオルガンを習い始めてから、毎日がより楽しくなりました。プログラム9番鈴木美奈子さん。バッハ作
ファンタジア破綻調 BWV537。 今回初めて発表会に参加させていただきます。まだ足鍵盤もやっとなのにバッハの曲に挑戦することになりましたが、先生の丁寧なご指導のおかげでなんとか仕上げることができました。今日はこの大オルガンを思い切り響かせて楽しんで弾きたいと思います。Thank you.
プログラム10番山の口のぞみさん。菅野陽子作曲、花は咲く。発表会に参加するか迷いましたが、先生から素敵な曲をお勧めいただき、人生でやりたいことリストの中の一つを今日また実現できます。生きていることに感謝、ありがとう。プログラム11番山内敦子さん。パッヘルベル作曲、トッカータ、ホタンチョウ。発表会に参加するか迷いましたが、先生から素敵な曲をお勧めいただき、今日はこのみなとみらい大ホールで思いっきり楽しく演奏したいと思います。
プログラム12番、西水菜さん。ペリー&キングスレイ作曲。バロック砲ダウン。佐藤直樹作曲、ディパーチャー。3年ぶりのルーシー、またこうして大きなオルガンを弾かせていただく機会をいただき、とても嬉しく思っています。今回は大好きな曲でオルガン連弾に挑戦します。Thank you.
プログラム14番、細野よし子さん。バッハ作曲、コーラル、おう人よ、汝の大いなる罪を嘆け、BWV622。今日は大好きな曲を弾かせていただきます。オルガンを通して出会った方々に感謝いたします。
ログラム15番中川由香さん。バッハ作曲ピエスドルグ都庁長 BWV572。 オルガンを習い始めて2年目、今年は私にとりまして2回目の発表会です。バッハのピエスドルグは大変難易度が高い曲で、オルガンを持っていない私にとりまして、足をつけてこの曲を弾くことは大変大きな壁でもありましたが、西先生の自由にのびのび弾かせてくださる温かい空気のご指導と、そっと背中を押してくださるお母さんのような優しさのおかげで、今日という日を迎えることができました。この場を借りて心よりお礼申し上げます。また今日は猛暑の中、私のためにホールに足を運んでくださった皆様、そして来ることはできなかったけれど心の中で応援してくださった皆様のために、心を込めて演奏させていただきます。